101.3 FM. If it's still starting to make me feel a place where creators hang out to talk about jobs for young people. Featuring media creators. Discover new views about lifestyle and work. J-Wave, The Hangout. 深夜のたまりは The Hangout。 火曜日は私、通りすがりの天才エア3兄弟カートムが生放送でお送りします。まあね、台風が関東に近づいている中、ラジオの前のあなたはいかがお過ごしでしょうか。まあね、この日本を代表するというか、まあこれはハムフィクションの話ですけども、まあ、日本を代表する高気圧といえば松岡高気圧というね、松岡修造さんのね、連れてくるで有名な高気圧がありますけども、まあ、低気圧もね、僕の中では深海低気圧っていうのがあると僕は思ってて、この人のね、周りには本当いつも綺麗な雨が降っている印象がありますけども、多分この低気圧とは無関係じゃないんじゃないかなと勝手に思ってますが、今夜のゲストはですね、最新作君の名はの封切りが8月26日に控えている、もうめちゃめちゃ忙しいであろうこのね中、新海誠監督が、ここの場所、六本木ヒルズのこの J-WAVE のスタジオにいらっしゃいますということ、さっきちらっとお会いしましたけどね、確かにいらっしゃいました。そして外のは雨が降ってました。なんかね、で僕はあれなんですよ、この J-WAVE のスタジオに入る前に試写会でいち早く君の名は最新作拝見しました。まあ、その感想をですね、もうご本人にぶつけたいんですよね。なんでしょう、まあちょっと先に言うとめちゃめちゃ良くて、そのめちゃめちゃいい、その、ちょっと先になんだろうな、僕ね、メガネが曇ってしょうがないですよね、興奮してそういうちょっと興奮してるってことをお伝えしながら、新海さんの作品っていうのは、その作品密度っていうのがやっぱりあって、それは気象であったり、作中人物の心象風景であったり、そういったものが、どうやってね、作られていくのかっていう、その僕の人、まあ開発者としての、作り手としてのいろいろ聞きたいこともあるし、あとね、ずっとテーマにされている恋愛というものをテーマにした時に繰り返し、いろんな恋愛を描くということについて、どんなね心持ちなのかというか、どういう、ストーリーテリング、どういう緻密な設計があるのかっていうのも本当に気になるし、あと普通にポケモン GO をやってんのかとか、なんかそういう俗っぽいこともちょっと聞きたくなるような、特に今回の作品がねそういう感じだったので、でポケモン GO やってるとしたらニアースはね捕まえられたのかとかね、そういうのも聞きたいし、いろいろ聞きたいことがありますし、あとね、この番組は90分あるんですけど、90分間全部出てくるんですよ、新海さん。なので貴重な機会なんで、ラジオの前のあなたもぜひ、聞きたいことをお聞きしましょう。ハッシュタグと、この番組初めて聞く方はですね、Twitter というですね、Twitter は知ってるか、さすがに Twitter、 僕 Twitter の発音が E で有名なカードトム、通り過ぎの天才なんですけど、ハッシュタグシャープをつけて、ハング813をつけてツイートするとですね、不思議なことに、まか不思議なことに僕らがスタジオで読むかもしれないというね、新海監督にその質問をぶつけるかもしれないし、番組のホームページ、 The Hangout、 番組の公式ホームページには質問のフォームがありますので、そちらの方からもメッセージをお待ちしております。いやー、本当にね、この低気圧だけのせいじゃないかもしれない、本当にメガネが曇ってしょうがないですよね。クリーンビューが欲しいですね、クリーンビューが。クリーンビューまだ売ってるのか分かんないですけど、はい、この曲をかけた後に新海さんをお迎えします。まずはですね、こちらの曲を聴いてください。これめちゃめちゃいい曲です。最新作君の名はの主題歌でもあります、ラッドウィンプスで全然前世。よろしくお願いします。はい、そうか、全然前世が今かかって、はい、またでももう一回曲かかるんですか、全然前世以外の、曲かかるタイムはない、あ、全然いいんです、いっぱいあります、いや、かけてほしいわけではないんですが、はい、わかりました、ちょいちょい
曲を挟みます。あ、そうなんですね、わかりました。いや、なんか頭からいっぱい喋っていただいてありがとうございます。いや、全然これから喋りすぎないくらいしてます。 ありがとうございます。嬉しい、来た甲斐がありますでも今週来週はめちゃめちゃ忙しいですよね。そうですね、今月はもうプロモーション期間なので、はい、そうですね、今週来週がピークかな。はい、神木さんと一緒に各地をという感じです。中央大学なんですね。あ、そうなんですね。ね、後輩ね、そうですね、はい、先輩でした。そうなんですよ。多分でも共通の知り合いも多分何人か、山本さんとか山本裕貴っていう監督が多分。山本さん、あ、山本さんもちろん分かります。そうですね、山本さん、いや素晴らしいですよね。はい。え、でもおとぎ話みたい。そう、ね、そうですね。うん。でも俺、新海さんのやっぱり影響はありますよね、彼女の中にもね。本当ですか、そうなのかな。一回だけあの話したことあるんですけども、はい、はい、なんか声が可愛い。さすがそういうね。でも本当にね、はい、声いいですよね。いいんですよね、うん、そうなんですよ。なんか仲良くなりたいなと思ってるんですけど。はい、紹介してください。あ、ぜひ。あの、はい、ちょっとね、そのそう、ちょっといろいろ話したいことです。はい、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 お任せいたします、はい、ありがとうございます。いや、だって記者ってやっぱ関係者が多いじゃないですか、はい、でみんなやっぱりプレスとか、はい、オンエアで喋った方がいいのかな。そうですね。何でもない話しましょうかね。あ、はい、そうですね。そっか、三兄弟。あのAR3兄弟ってやってて、はい、で、まあ、みんな名字が違うんで、はい、君の名はって名前聞いたらみんな名字が違うんで、それは多分お金でつながってる兄弟。ああ、はい、あの血じゃないんですね。そうですね、うん、今雇ってる兄弟なんで。そんなにね、差はないんですよ。雇ってるんですか。雇ってるんですよ、弟雇ってるんで。あ、そうなんですね。プロ次男とプロ三男がいるんですよね、うん、あ、プロとして十分に働く。そうですよね、次男三男。毎週1回持ってらっしゃるってことなんですか、はいはい、毎日あるんですか。いや、毎週ですね。あ、あの、この番組自体はこの月曜から木曜まで、月曜から木曜までいろんな人がやってます。はいはいはい、宇野恒大っていう評論家とか、はいはい、大宮エリーさんとか、あ、はい、あと蔦谷光一さんっていうミュージシャンの方とか、はい、うーん、いろんな、まあ、クリエイター枠っていうか、うん、そういう自分でも作る人が、はい、っていう感じですね。トムさんはどれぐらいの期間を持ってらっしゃるんですか。今2年目ぐらいですかね。あ、結構長いんですね。うん、いや、もうなんか曲もすげえ自由に選ばせてもらったりとかしてて、すごいいい時間です。うん、ラジオパーソナリティって憧れの職業ですけどね。たまにでもゲスト出演されてますよね、いろんな声優さんの。ゲストはたまに、はい、はい、たまに、はい、そう、僕その映画を撮る人で、はい、自分の作品についてちゃんと喋れる人が好きで、あ、新海さんってちゃんと喋るじゃないですか。ちゃんと どうですかね、補足してくれて、喋れてればいいんですけど。あ、そうか、ハッシュタグあるんですよね。そうなんです、それも拾いながらいきます。ハング813。そうなんです、はい、ハング813、はい、これ読みましょうかね、うん、はい、